皆さんこんにちは、オッキーです。5月のニューヨークは本当に爽やか、いい季節です。さて、今日は手軽に作れるバナナブレッドをご紹介します。バナナはしっかり熟して黒い斑点が出て甘みの増した状態のものを使いましょう。材料は概要欄にも記載していますので参考になさってください。型はパウンドケーキの型を使います。英語ではローフパンと言います。パウンドケーキ型は大きさも形も様々、細長いものや大きいもの、小さいものなどいろいろありますので、今日ここで使うサイズはあくまでもご参考に。お手持ちのものが小さければいくつかの型に生地を分けて焼くのもいいでしょう。この型はウィリアムズソノマの 9×5 インチというサイズです。私は同じウィリアムズソノマの小さいローフパン4個セットというのも持っていて、何人かのお友達にお菓子をプレゼントするときなどはこの小さいローフパンがちょうどいいサイズ感なのでよく使っています。ウィリアムズソノマのこのゴールドタッチというケーキ型シリーズはとても使いやすくおすすめです。ではまずは型の準備から、そして同時にオーブンの予熱も忘れずに。型には薄く無塩バターを塗り粉をはたきます。バターは室温で柔らかくしておくと作業が楽です。小麦粉を入れ、型をトントンと叩きながら回して行き渡らせます。この作業は台所のシンクの上でやると粉が飛び散っても心配ありません。面倒なようですが、焼き上がったケーキを型からきれいに取り出すために必要な作業です。アメリカではフライパンや型に食材がくっつかないようにするクッキングスプレーというものがその手軽さゆえに人気ですが、ジメチルシリコンなども入っていますし、使われている油もグレードの低いもの、また食材に後味が残るなどいろいろと気になる点があるので私は使っていません。最後に型を伏せて台にドンと打ち付けて余分な粉を落とします。これで型の準備は完了です。粉類を量ります。まず小麦粉2カップ、アメリカンベーキングでは計量2カップを使います。詳しくはこちらの動画を参考にしてください。容器の中でよく攪拌して空気を含ませてからカップですくって押し込まないようにさっとすり切って量ります。これで1カップ。続いてもう1カップ。ベーキングソーダを量ります。小さじ1。ベーキングソーダについてはこちらの動画で詳しく説明しています。塩を量ります。小さじ1/2。塩は他の素材の味を引き立てケーキの味を引き締めてくれます。そして本当ならここでシナモンパウダーも入れて一緒に混ぜる予定だったのですが、すっかり忘れてしまいました。なのでシナモンは後で入れます。粉類はふるいにかける代わりに泡立て器で混ぜてダマを取り除きます。この泡立て器はこの後バナナを潰すときにまた使います。バナナを準備します。バナナは大きいもの2本ぐらい、皮を剥いた中身約 250g 分ぐらいを使います。まずは皮を剥いて小さめに切ってから潰すのですが、私は深さのあるボウルかカップの中に入れて泡立て器で潰します。こうするとバナナがツルツル逃げていかずに潰せるので簡単です。くるみを用意します。くるみ1カップ、90-100g 程度です。くるみは軽くいった方が食感も良くなり香ばしさが際立ちますので、天板にのせてちょうど予熱中のオーブンに入れて8分ほどから煎りします。香ばしい香りがしてきたらオーブンから出して粗熱を取り冷ましておきます。くるみを粗く刻みます。まな板の上にキッチンペーパーでも良いので
紙を1枚引いておくといいでしょう。カラリと香ばしくなったくるみを刻みますが、この時にも私が気に入って使っているのがこちらのウストフの波刃のナイフ。持ち手の上がったオフセットの形なので手がまな板に当たらずとても使いやすいです。くるみはゴロゴロと入っているのが美味しいので、私は結構大きめに刻みます。ケーキ生地を作ります。大きなボウルに室温にしておいたバターを入れます。室温というのは指で押した時に軽くへこみがつく程度の柔らかさです。硬いと混ぜるのに時間がかかり、柔らかすぎると生地のボリュームをつけることができなくなります。ブラウンシュガーを加えます。ブラウンシュガーは乾燥すると固まってしまうので、私は容器の中に軽く湿らせたペーパータオルを入れています。ブラウンシュガー1カップ、パックドとあるときはカップに押し込んだ状態で測ります。ここでは1/2カップの計量カップを使用しています。バターと砂糖をハンドミキサーでよく混ぜます。砂糖がよく馴染んでやや白っぽくクリーム状になるまでよく混ぜます。ここである程度生地の土台を作っておかないと、卵を加えた時に分離しやすくなります。なのでしっかりと混ぜましょう。卵を加えます。卵は室温にしておきます。1個ずつ小さなボウルに割ってから加えましょう。1個入れたらその都度ミキサーで卵がしっかりとなじむまでよく混ぜます。卵が冷たいと分離してしまうことがあり、うまくなじまなかったりするので必ず室温に戻しておきましょう。時々ヘラでボウルの側面に飛び散った生地をきれいに拭います。2つ目の卵も同じように入れてよく混ぜます。これで生地の土台ができました。次にサワークリーム、バナナ、バニラ、ラム酒を加えます。まずバナナは先ほど潰しておいたものを加えます。次にサワークリーム 1/3 カップ。サワークリームの代わりに少し水気を切ったヨーグルトでも代用できます。バニラエッセンスを加えます。小さじ1/2。ラム酒を加えます。こちらはバカルディというブランドのブラックラム、小さじ1。ありゃ、ドバッと入っちゃった。気を取り直して材料を加えたところでまたよく混ぜます。ところで先ほど勢いよく入れすぎてしまったラム酒、実は私はお酒をほとんど飲まないので、お菓子作りに使い勝手の良いミニボトルを買ってあったのですが、誰かがそれを飲んじゃったんですよね。そしてラム酒がない、ちゃんと買ってきてよと言われて買ってきてくれたのが先ほどの大きなボトルだったというわけです。全く使いにくいったらありゃしない。さてここで本来粉類と一緒に先に混ぜておくはずだったシナモンも入れましょう。シナモンはお好みで入れなくても OK です。小さじ1。よく混ぜておきます。粉類を加えます。先ほどの生地に粉類を2回に分けて加えます。粉を入れたらミキサーは低速にして混ぜましょう。ボウルの側面をヘラで拭って、
残りの粉を加えてまた混ぜます。ここで高速で混ぜたり、また長い時間混ぜすぎたりしてしまうと生地が固くなるので、できるだけ優しく短時間で混ぜる作業を終えましょう。ミキサーについた生地をビューンと飛ばします。再度ヘラで周りを拭います。くるみを加えます。トーストして刻んでおいたくるみを加え、ヘラで混ぜ込みます。はい、これで生地の出来上がり。型に入れます。用意しておいた型に生地を入れて、ヘラで平らにならします。台に2度ほどトントンと打ち付けて、中の空洞がないようにします。さあ焼きましょう。予熱しておいたオーブンで約60分。こんがりいい色に焼けました。焼き上がりの目安は表面に弾力があること、型から生地が少し離れるようになって隙間ができていること、中心の一番深いところに竹串を刺して湿った生地が何もついてこないことで確認します。今回うちのオーブンでは約70分焼きました。焼き型のサイズや形、厚み、材質、また個々のオーブンによっても焼き時間は少しずつ違ってきますので、しっかりと見極めましょう。型のまま10分ほど置いてから、型から出して室温まで冷まします。焼き上がってすぐに型から出そうとすると崩れやすいので10分ほど置きますが、ずっと入れっぱなしだとべちゃっとしてきてしまいます。でももししっとりした焼き上がりがお好みなら、型に入れたままで冷ますこともできます。切って食べてみましょう。ケーキのスライスにも先ほどのウストフのナイフが便利です。ブラウンシュガーとバナナの色でこんがり茶色です。バナナとサワークリームのおかげでしっとり、程よい甘さとコクがあります。ゴロゴロと入ったくるみもとても美味しいです。室温で2日ほど置いてバターがしっとり馴染んだ頃もまた美味しいです。長く保存したいときは一切れずつラップで包んでから冷凍保存用のジッパー袋に入れて冷蔵または冷凍庫へ。食べるときには自然解凍でもいいし、トースターで焼いても美味しいです。ぜひ作ってみてください。先日コロナウイルスのワクチン接種2回目から14日間が経過したので、ニューヨーク州の発行するワクチンパスポートエクセルシオールパスに登録することができました。今後スポーツ観戦の際や店や会場に入場する際に提示を求めたりというような活用のされ方が検討されています。個人データのプライバシーを守りながら、ワクチン接種や直前に受けた検査の陰性を証明するツールとして使われる予定です。いかがでしたか？この動画が気に入っていただけましたら、ぜひいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。今後も私オッキーのニューヨークでの生活やアメリカンベーキングのレシピをご紹介する動画を作っていきます。最後までご覧いただきありがとうございました。じゃあまたねー。